はい、よろしくお願いします。今回は2018年6月後半の時事問題丸1をやっていきます。で、今回は穴埋めが10個ありますので、まずね、一回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんないっていうかね、まあ、知らないなっていうのがあれば、今からね、自分が穴埋め全部やっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、最初のニュースからやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず、成人の年齢が変わりますね。で、まずその成人の年齢が何歳から何歳に引き下げる改正民法が成立しました。で、まあこれはね、すごく話題になったので、まあみんなにもね、結構直結しやすいから、ピンときやすいかもしれないんですけど、もともと20歳なんですよね。20歳過ぎたら成人だったのが18歳に下がります。18歳に下がる。18歳から成人です。で、この民法、今決まったからもうすぐなるのかっていうわけじゃなくって、施行されるのは、ホニャララ年の4月1日から。このね、年もぜひ覚えてください。これまだ先です。2022年。まあ、オリンピックの2年後ですね。まあ、自分は2018年に撮ってるんで、撮ってるからね、4年後になるんですが、まだ先ですけどね、まあ、18歳に引き下げられます。ただし、下がったから、じゃあ全部ね、今まで20歳にならなきゃできなかったもの、例えばお酒とか、タバコとか、あの辺も18からいけるのかっていうとそうじゃないんです。いいですね。まず一応書いておきましょうかね。まあ酒とか、タバコとか、あと掛け事、競馬とかか。これは書かなくてもよく、いっか。まあ、酒、タバコでいいかな。これは20のままです。20歳以上ですね、まだ。で、あと、一番まあ、ちょっと印象に残っ、なんだろう、覚えておいてほしいのが、女性の結婚年齢。女性ってもともと16で結婚できたんですよね。男性18からなんですけど。で、これ、この、施行される時に合わせて、結婚できると18に上がります。だから16から結婚できなくなります。そう、これも変わるんでね、ぜひ Z で覚えておいてください。で、次が、まあ、ワールドカップネタ、今ね、盛り上がってますね。それ2つやっていきます。まず1個目が、1次リーグが終わりました。で、最終的にね、終わって、日本はセネガルに、ホニャララポイントっていうね、やつで、その差でね、勝って、決勝トーナメント行くことがね、決まりました。で、このポイントね、自分初めて聞きましたけど、知らなかったんでね、覚えておいてください。フェアプレーポイントって言います。まあ、そのね、1次リーグは4チームで争っていて、まあ、3つ、3チーム戦って、その勝った時の得点とかね、何点入れましたみたいな、そういうので争ってたんですけど、そういう、なんと目に見える数字が全部一緒だったんですよ。最後、日本とセネガルが。で、コロンビアは1位抜けしてたんで、日本とセネガルが同じだったと。で、この2チームを比べた時に最後、フェアプレーポイント。つまり、フェアプレーしているポイントなので、ファールの数とか、あとそのカード、イエローカードとかレッドカードの数で日本の方が少なかったんですよ。それで上に決勝トーナメントで上がれるという形になりました。で、今回問題にはしなかったんですけど、まあ、体育の先生で割とサッカー好きだとちょっと怪しいかなと思うので、日本の、なんだっけ、結果、コロンビア、セネガル、ポーランド、と戦ったんですけど、コロンビアは2対1で勝ちました。日本が入ってるかな？入ってないね。1が抜けてるわ。ちょっと待ってね。ちっちゃくてごめんね。2対1。で、セネガルは2対2で引き分けでした。で、ポーランドが、0対1か。で、負けたので、1勝1敗1分けだったんですけど、これは一応結果となりますので、よかったら覚えておいてください。で、もう一個ですね。まあ、これで今ね、大会で盛り上がってますけど、実はね、2026年、次の次です。2個次のワールドカップの開催地が決まりました。で、それをね、ぜひね、今回決まったんでね、覚えてもらえたらと思うんですけど、この2年後が2年後じゃない、2つ先、8年後ですね、の大会は共催です。共同開催、久々ですね。昔、日韓ワールドカップがあったんですよ。日本と韓国が共同開催した時があったんですけども、それ以来ですね。で、あるまず国が1個中心です。どこかっていうと、アメリカです。アメリカが中心。でもアメリカだけじゃなくって、アメリカと、カナダと、メキシコです。ちょっと死がおかしい。メキシコ。それ北米ですね。まあ、世界地図で書いた時の、まあ、だいたい右上にアメリカあるじゃないですか。アメリカが、
まあ、こう、あったらカナダ上ですね。カナダ、メキシコ下なんで、ここの3カ国で開催されます。まあ、共催ですね。共同開催することが決定しました。で、この大会、2026年のアメリカのこのね、ワールドカップから、出場チーム、出るチームの数が変わります。で、これ今まで、今回もそうですけど、32チームで争ってるんですよ、今。それが 1.5 倍です。48チームに変わります。で、そのために、例えば試合数も増えますよね。当然 1.5 倍に増えていく。だから、場所とかも確保しなきゃいけないので、そのために今、共催になったっていうふうには一応新聞にはね、書いてあったんですけど、まあ、出場チームがね、増えますので、これもね、ぜひ覚えておいてください。ちなみに、じゃ次回の開催ですね。ちょっと赤に書いておこうか。どこがいいかな。上でいい？次回4年後なんで2022年です。のワールドカップはカタールであります。まあ、もしね、出そうかもと思った場合はぜひ覚えておいてください。で、ラストです。小惑星探査機ですね。まあ、小惑星を探査する機械。まあ、宇宙に飛ばすやつですね。探査機のホニャララが、小惑星ホニャララっていう、まあ、惑星ですね。の上空に到着したというニュースがあります。で、これまず、探査機の方から行きましょう。まあ、飛ばしてったやつね。はやぶさ。これね、はやぶさ2、読み方ちょっとわかんないんですけど、多分、まあ、数字の2、はやぶさに数字の2ですね。はやぶさ2かな？違ったらなんかコメント欄に書いておいてください。これが探査機の名前です。で、小惑星、惑星の名前が、リュウグウです。リュウグウ。リュウグウかな？リュウグウ。イントネーション違ったらごめん。の上空に到着。で、一応役目としては1年半ぐらいかけてこの小惑星の土とかを採取して日本じゃない、地球に持って帰ってくるっていうのが役目ですね。そのためにハヤブサ2が飛ばして、まあ、それからリュウグウに到着したので、これから1年半かけて仕事をするといった形になります。いいかな？では、今回は2018年6月後半、まず丸2もありますけどね、丸1で時事問題やらせていただきました。それでは、今回の時事問題はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。